皆さんこんにちは、こんばんは。新作の部屋の作でございます。やってまいりました、ストーリーモードブレイキングポイント2の時間でございます。早速やっていきましょう。バトラーの出番がないのに、このトップページバトラーにするのやめてほしいな。できたらエイデン・ジャクソンにしてほしい。それでは前回のあらすじなんですが、エイデン・ジャクソンはリザーブドライバーのベルと一緒に走りまして、なんとかいい成績を残してフィニッシュすることができました。バトラーの後任も徐々に決まりつつありますが、果たしてその後任候補と噂される人物は OK を出すのか、今日のストーリーにかかっています。それでは次のチャプターに進んでいきましょう。失礼します、ちょっといいですか。エイデンに F1 レーシングイベントのプロモーションの依頼がありました。エイデンはチームに相談せずに出演に合意し、イベント側もすでに彼の出演をソーシャルメディアで発表済みです。エイデンをイベントに参加させますか。参加させよう。相談がなかったのは腹立たしいが、エイデンのイベント出演はチームの宣伝にもなる。辞退させよう。いや、これはちょっとさすがにな。理想的ではないが、リモート出演が可能か問い合わせてみよう。はい、大丈夫です。承認します。何を迷っている。 F1 に参戦することが夢だったんだろう。知ってる、彼がしたこと。何、親父か。彼は私を無視した。デボンには将来性があると言って彼にだけお金を出した。悪かったよ、知らなかったんだ。ママは慰謝料で私を助けてくれたけど、あなたがいるのは彼の指示？違う、これは俺のアイディアで決断だ。親父ではなく俺がお前に提案してるんだ。代わりが必要でお前の実力を知ってるから頼んでる。それが全てだ。私はずっと自分のやり方でやると言ってきた。面倒は見る、 F2 の時みたいにな。彼を近づけないで。もちろん全力を尽くす、任せろ。だからお前は運転だけを考えるんだ。なあ、どうだ。こんなチャンスもう二度と訪れない、そうだろ。数週間後、アゼルバイジャングランプリ。F2 チャンピオンのキャリー・メイヤーが加入したことで、キャスパーとコナースポーツチームはメンバーが安定することで、F1 グリッドの中盤でペースを維持するために必要な結果を得られると期待を寄せている。もう二度とこんなチャンスないかもって言われたら、やっぱり心揺らぎますよね。はい。そしてもう加入決定なんですね、この文章を見たらね。はい。では次進んでいきます。これを見ていただきたいのですが。朗報です。スポンサーの一社から早めのボーナスが支給されました。使い道はたくさんありますが、何に投資すべきでしょうか。ねえ、キャスパー。マシンのパフォーマンスアップが最優先だ。いや、違うな。ライバルチームに比べるとファクトリーの施設はまだまだだ。違うな。生産性の高いチームでいることが最優先だ。日々の頑張りの感謝としてチームのボーナスに追加しよう。これやろ、これがいるんですよ。もうチームあってこそですよ、こういうのってね。チームに感謝しないと、やっぱりこういうね、頑張りに報わないと、それが会社経営なんですよね。従業員なんか二の次やっていう会社なんか絶対にね、従業員からの満足度は得られません。ということでチーム最優先いきましょう。評価上がるやろ、評価。いや、みんな士気上がったやろ、これで。さあ、ニュース見ましょうか。ニュース見て、コナースポーツ、キャリーメイヤーと契約締結。おっと。ダビドフじゃねえか。何照れてんだよ、ダビドフ。ダビドフ。キャリーがいるからという理由だけで、ガレージに入るのを止められたんだ。ありえん。この話はしたじゃないか。彼女とは距離を置く必要があるんだ。アッカーマン。今は黙っててやるが、立ち入っていい場所と悪い場所を指図されるのは不愉快だ。
前が私を説得したことを忘れるなよ。どういう意味だ。何を説得したって。そもそもキャリーと契約することをだ。お前の手柄にすることを認めている。それだけだ。俺を責めているように聞こえるな。お前の言う通りなら責められる筋合いはないだ。他に何かあるか。お前は忙しいやつだ。もういい。ダビドフ大怒りモードだよな。さあ、そして、ニュースもう一回ですね。キャリーメイヤーと、契約締結、兄に代わる F2 チャンピオンということでね。はい。そして、この辺はまあ、バトラファミリー、コナスポーツ、バトラ、グローバルレーシングチームを支える家族ということで、奥さんと離婚してたんですね。慰謝料でっていう風にね、出てましたけど。はい。まあ、そんな感じですね。そして、ソーシャルも多分、キャリーメイヤー、あ、やっぱりね、F1 界がね、やっぱこういう風に注目してますね。やっぱりキャリーメイヤーのファン多いからね。なるほどね。キャリーを応援してるグリッドに女性がいるのを見るのが楽しみと。ついに女性 F1 ドライバー誕生いけということで、これはまあ、すごいですね。これ今日が初戦ということですか。すごいですね。さあ、ということで、あ、デボンを復帰させろみたいな。デボンのファンも中にはいるということですね。はい。さあ、ではですね、こちらの方で今から進んでいきたいと思います。最後メールを見て決勝行きましょう。キャリーの報道対応時間ということで、まあ、14件のインタビューの依頼がありました。そして、インタビュー。これは、ゾーイの奥さんですね。あ、違います。アッカーマンの奥さんですね。そして、レースの展望ということで、まあ、この辺はいいでしょう。それでは、今日はキャリーメイヤーなのかな？決勝やっていきたいと思います。アゼルバイジャングランプリ、レース当日。世界が注目する中、キャリーは F1 マシンのステアリングを初めて握り、歴史に名を刻もうとしている。コナースポーツが新たに迎えたキャリーメイヤーが F1 レースに参戦する史上初の女性ドライバーとなります。今日ここに新たな歴史が刻まれます。なんという瞬間でしょう。私は鳥肌が立っています。それはなぜかというと、何年にもわたってグランプリに出場できた女性は一握りですが、1992年以降は誰も予選を通過していません。その選手とはイタリアのジョバンナ・アマティです。しかし本日ここバクーで新たな夜明けが訪れるのです。予選でメイヤーは好印象を残しました。 F1 での活躍に期待したいですね。いやはや今回はかなりの接戦で激しい争いが繰り広げられています。これは予測できませんね。そうですね。今日は素晴らしい走りが見られますね。特に初参戦のキャリーメイヤーがまるで最初から F1 のレースに参戦していたかのようです。いいスタートだな、キャリー。その調子だ。さあ、ここから。キャリーも結構その気になってるやん。さあ、スタートいたしましたよ。いきなり旧市街地入るここか。難易度高いですからね、気をつけないと。このマシンブレーキ効きませんからね。さあ、オッケーいいですよ。そして目の前を走るはフリフリでございますね。フリフリをどこでオーバーテイクしようか。ここでオーバーテイクいけそうですね。よし、一気に。そろそろエネルギーを利用するべきだ。オーバーテイクボタンをもっと使え。もう使ってるわ。ちょっと黙ってなさい、てめえこの野郎。いや違う違う違う、ゲーム違う。でもなりきることは大事ですからね。なりきりましょう。今日はキャリーメイヤーになりきります。私今日はキャリーメイヤーになりきって走っております。よし、いいですよ。ノリスにオーバーテイク仕掛けたいと思います。セクター3の最後、ホームストレートでいけそうですね。ここではね、まだオーバーテイク禁止です。ここは怖いんでね。ここの左で、ここの右コーナーでよくホイールぶつけてヒットして、リタイア終了っていうのを結構練習でもやるんで、ここは本当に注意した方がいいですね。そしてサイドバイサイド DRS OK、 完璧いいのでございます。素晴らしいパスだ。さすがキャリーメイヤー。今のでポジションアップだ。コピー。よーし、 OK。 そしておっと、目の前走るは角田裕樹じゃないか。角っちは無理なオーバーテイクしたくないですね。無理なオーバーテイクを彼には仕掛けたくないですね。日本の誇りでございます。さあ、そして DRS 使わせてもらいましょう。 DRS 使って一気にオーバーテイク。さあ、もう一つ前を走るのは一体誰だ。ここでオーバーテイクしました。キャリーメイヤー早いですね。素晴らしい。おっと、ジャクソンじゃないか。エイデン・ジャクソンですね。これはエイデン・ジャクソンもオーバーテイクできそうですよ。楽しみです。キャリーメイヤーがチームメイトに迫っています。彼女にコントロールされてる。お前とは戦略が違うんだ、エイデン。キャリーを行かせてくれ。キャリー、エイデンが次のコーナーでお前を先に行かせてくれる。了解。さあ、キャリーメイヤーはチームメイトを抜くことができるのか。ああ、コナースポーツの未来が接触しました。ジャクソンのマシンは最悪の状況に陥っているようですが、キャリーメイヤーはクリアしています。
ジャクソンのダメージは深刻そうですね。レースに決着がついたような気がします。その理由は定かではありませんが、メイヤーはジャクソンを不意打ちしたようです。なんだあれは、なぜ俺が譲るのを待たなかったんだ。おい、エイデン、大丈夫か。バトラーはうんざりだ。私が先でしょ。コミュニケーションミスだ。起きたことは仕方がない。とにかく集中していけ。何がどう不意打ちだったのあれ。さあ、ということで目標が更新されました。目標がトップ10でフィニッシュする、そしてボーナスとして8位以内でフィニッシュすることということになっておりますね。エイデン今頃怒ってるやろな。もうプンスカ怒ってるやろな今頃。でもどういうこと。もうバトラー血の気多すぎてよう分からんけどさ、今のはでもちゃんと待たなかったキャリーメイヤーが悪いのかな。でもソーシャルメディアでは多分みんなキャリーを擁護するんだろうな。キャリー人気だからな多分。いや、あれはエイデンが悪いとかなんかいろいろ言われそうですね、ソーシャルメディアでは。そしてなんやかんやで綺麗にオコンをパスいたしました。さあ、ここからですね。ここから危ない危ない、ちょっとびっくりした。ちょっと待って、全然見てなかった今前。失礼しました。とりあえずさっきのエイデンとの接触でダメージ負ってない。てか今も危なかったけど大丈夫ですね。オッケーオッケー。さあ、ラッセルをオーバーテイクすればいいのか。目の前走るはラッセルですね。あれ、このラッセルさえオーバーテイクしたらもう大丈夫ですね。ただ私はボーナスを目指しますけども、もうボーナスで8位以内を取った時点で私はもうちょっと今日は、無理にアタックしないようにします。なぜならここは苦手な市街地コースだから。特に旧市街地の入り口、慣れてないマシンで走るのは結構厳しいですからね。これとりあえずはもうこの目標だけオーバーテイクすればなんてことないんでね。まあ、優勝とか絶対無理だと思うんで。トップとの差今何秒あるのこれ。そもそも全然わからんな。さあ、ラッセルはもうここで追いつきました。この周回セクター3の最後で DRS ゾーンでオーバーテイクはできそうですね。まあ、しっかりとね、食らいついていきましょう。ただメルセデスをここでオーバーテイクするのは結構危険なので、やっぱり最後のホームストレートですね。全体状況教えて。11位につけてる。11位だ。ラッセルがすぐ前にいる。前のマシンとの差は 1.8 秒。彼らは中古のミディアムだ。オコンが後ろだ。後ろのマシンとの差は 1.8 秒。彼らは新品のミディアムだ。先頭との差は 33.7 秒。タイヤを大事にしよう。このタイヤで最後まで走るんだ。残り6ラップ。コピー。いや、さりげに危なかったな。あの角田裕樹も突っ込んだところ危なかったですね。あそことこのさっきの右コーナーは気をつけないといけないところですからね。さあ、ラッセルの DRS 使わせてもらいましょう。オッケー、これでオーバーテイク。素晴らしいパスだ、キャリーメイヤー。オッケー、トップ10に入ったぞ。コピー。さあ、ここからですね。次がペレスです。ストロールをオーバーテイクすれば目標というかボーナスの目標は達成ですね。ただこのままもう安定して走るだけでストロールはオーバーテイクできそうなので、もう8位で今回手を打ちましょう。もう7位とか目指すと無理にプッシュすることになるんで、あんまりそれはしたくない。しっかりペレスについていきます。しっかりペレスについていきますよ。セクター3でだいぶ追いつきそうですね、これね。もうこの差をセクター3最後のホームストレート DRS ゾーンまではもうオーバーテイクせずにそのまま行きたいと思います。この状態のまま行きたいと思います。ただここでオーバーテイクいけそうやけどな。いけそうやけど、いけるか。ちょっと怖いぞこれ。こんなところでオーバーテイクしとったらこれ危ないぞ。いけたな、いけたな。ペレスがまあちょっと譲ってくれた。おお、コピー。ペレスがちょっと譲ってくれた感じやな。ということはここでストロールにしっかりついていけば、さっきのラッセルと同じで最後の DRS ゾーンでオーバーテイクはできそうですね。ここは無理せずに走りましょう。ああ、いけてたな今。いけてたな。残る燃料は5ラップ分だ。コピー。今ちょっといけてましたね。ただ無理はしないように、無理はしないでおこう。確実にあの DRS ゾーンでホームストレートでオーバーテイクできるので、もう無理してオーバーテイクするのはやめましょうね。ちょっとマシンコンディションもね、いたわりつつ、タイヤもマネジメントしつつ、燃料もマネジメントしつついきましょう。よし、ここで DRS 使わせてもらいますよ。ここでも危険なんでオーバーテイクはしません、私は。よし、ここでオーバーテイク。 DRS 使って。使えなかったか。
これでちょっとまた第一コーナー、そうやろな、そうやろな、そうなるわな、そうなるわな、ストロール無理すんなよ、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 ちょっと待って、横、後ろも来てるやん、後ろも来てるやん、ラッセルか、あ、違う違う、ペレス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 、ここでオーバーテイクして DRS 使わせてほしかったな、それすればよかったかな、 DRS 使った方がよかった、ここ。そして、今現在はキャリーメイヤー8番手ということで、もう無理はしないようにね、あと3周ぐらいなんで、もう無理はせずにこのまま意識して無事に終わることだけ考えましょう。前を走るはガスリーですね。ガスリーぐらいはオーバーテイクしたいな。だんだんこうやって欲を見せてくるんですよねそんなもんですよね、そんなもんなんですよ。あー、ガスリーはオーバーテイクしたい、ガスリーはオーバーテイクいけそうです。危ない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 、ガスリーはオーバーテイクいけるかもしれませんね。アロンソまでは行くとちょっと厳しいだろうな。ただなるべく上位で終わりたいと思います。ポイントは関係ないんですけども、なるべくね上位で終わりたいと思います。まあさすがに表彰台は今回は厳しいので、表彰台のムービーはね、キャリーメイヤーの表彰台のムービーは厳しそうですけども、まあ、今後多分またあると思うんで、頑張って走っていきたいと思います。ガスリーもここではちょっとオーバーテイク怖いですね。あんまり無理はしたくないんですよね、やっぱ市街地コースはね。残る燃料は4ラップ分くらいだ。コピー。危ない、よし大丈夫、あと 1,2,3 あとちょうど3周ですね。ガスリーもここでパスできそうですね。さあどうでしょうか、ガスリーここで DRS を使わせてほしい、 DRS を使わせてほしいんで、さあ DRS 使いましょう、ここで DRS 使わせてもらいたいと思います。さあこれで多分一瞬にしてオーバーテイクできるぞ、フェルスタッペンみたいに、大丈夫かタイヤ、さあ OK。 ただここで今度は次で、あぶねえ、ちょっと危ねえ、ちょっと今遠赤踏んだかな、危ないですね。まあキャリーメイヤーが今回新人なので、まあ、新人らしいミスが起きるようにちょっと私も考えましたんで、実は全部やらせですよ今のはね。はい、やらせですよ。さあここでガスリーをまたオーバーテイク、大丈夫でしょうか。さっきのキャスパーじゃなくて、エイデン・ジャクソンのような事故が起きないようにね、気をつけましょう。ただこれ7位が限界やな、これ以上無理やな、もう前のマシンとの差 7.6 秒やから、もう7位で終わりましょう今日はね、これ以上の無茶なプッシュはやめておきたいと思います。7秒はさすがに厳しいです。しかもミディアムやしね、前ソフトタイヤのピアストリーとかいるから、ちょっとこれは厳しいでしょうよ。アロンソ頑張ればいけそうやけど、もう2周では厳しいと思うんでね、あとはもう普通にこの7周で終わって、この後のムービーを楽しみにしたいと思います。マシン状況はどう？タイヤのコンディションはまだ良好だ。コピー。さあでもしっかりね、少しでもラップタイムを上げたくなるのが F1 ドライバーの差がですね、これね。燃料は3ラップ分くらいだ。コピー。よしぞ。ジェフ、タイヤ状況は？タイヤのことは心配ない。全部大丈夫そうだ。コピー。さあ行くぞ。いつまで続けんねこれ。はい、よし大丈夫、落ち着いて、ここでオーバーテイクスイッチ使って一気に後ろとの差を広げたいと思います。全体状況教えて。現在7位、7位につけてる。ピアストリが前にいる。クッてするんだ。前にいるマシンとの差は 5.4 秒。彼らは中古のソフトだ。ガスリーが後ろだ。後ろとの差は 3.3 秒。彼らは中古のミディアムだ。1位との差は 24.3 秒。今のが最後のストップだ。この先ピットストップの予定はない。前との差は 4.5 秒。コピー。とりあえずピアストリの差も 2.8 秒までなったんで、ファイナルラップでオーバーテイクできるかどうかぐらいに来ましたね、これね。いい感じで順位上げましたね、ここまで。前のマシン3台も見えてるぞ。まあさすがに本当表彰台はきついけど、これもしかしたらいけるかもしれんな。ちょっと DRS じゃなくてオーバーテイクスイッチは控えて貯めておきましょうか。これもしかすると本当に、やばい、危ね、やばい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 、え、あ、大丈夫大丈夫、よかった。タイヤが7.1秒。コピー。タイヤがちょっと消耗がだいぶ激しいですね。ピアストリまで来ましたよ、これ。ピアストリまで次ファイナルラップやからな。でもここでもう無理するとちょっとまずいんで、あ、でもピアストリいけるかも。ピアストリはパスできるかも、これ。
いいぞ。ピアストリアいけるわ。アロンソは厳しいかも。6番手取れそう。初戦で6番手はやばいぞ。気をつけてしっかりね。ピアストリこれはいい感じでいけるかもしれん。ただここでちょっと蓋にされてます。ピアストリの蓋に引っかかってます。ピアストリ、おー危ない。ピアストリ燃料は2ラップ分だ。カピ。さあピアストリの DRS で一気にアロンソの後ろつきたいですね。さあどうする。オーバーテイクスイッチは使わない。これで DRS、 DRS いける、 DRS いける。オーバーテイクスイッチ使って OK。 さあピアストリもオーバーテイク。ファイナルラップ、ファイナルラップ、キャリーメイヤーファイナルラップ。うまいな。お前がやると簡単そうに見えてしまう。コピー。そしてブレーキスイッチね。ここハミルトンが突っ込んだところですね。ファイナルラップだ。コピー。これはもしかしてファイナルラップでアロンソもかわせるんじゃないか。これここまで来たらちょっと DRS 使って。オーバーテイクスイッチはもう使うな、絶対最後まで絶対使うなよ。しっかりアロンソついていて、これオーバーテイクスイッチで最後ファイナルストレートで向こうや。どうせだったらいけるぞいけるぞいけるぞ。もう4位は目指さない。もう無理無理で、4位は目指さない。もうこのアロンソを最後に抜いて終わろう。もうそこまでしっかりこのままついていきます。もう4番手は無理や、どう考えても無理なんで、5番手のアロンソを最後に刺したいと思います。仕留めたいと思います。大丈夫、落ち着いていくよ。キャリーメイヤー、これデビュー戦で5位はやべえぞ。すごいぞ、デビュー戦5位はマジですげえぞ。ダビドフ、お父さんを見返してやれ。元お父さんか、そうだな、離婚してるからな。さあそしてアロンソ頑張れよ。アロンソついていくよ。ここで抜けそうやけど、ちょっと今コーナー立ち上がり失敗しましたね。ただ見てください、オーバーテイクスイッチ27まで回復しました。これはいけるぞ、皆さん応援してください。最後5番手になりますよ、キャリーメイヤー。最後応援してください。 DRS 使ってオーバーテイクスイッチ使って一気にアロンソオーバーテイクしますよ。ムービー入るなよ、ムービー入るなよ絶対。さあこれは最後いい感じだぞ、いい感じだぞ。 OK、 最後やからな。 OK、 これ勝てるぞ。アロンソはもう仕留めた。これはよし、いけよし、いけ。いやきついきついきつい、ちょっと待って、アロンソきつい、アロンソきつい、アロンソきつい、いけ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 、ちょっと、うわー、 DRS、 OK、 DRS、 DRS、 うー、これはどうだ、いったいったいった。よし、レース終了だ。気をつけて戻ってきてくれ。さて今日の話題はランキングを争うトップ選手たちではなく、コナースポーツを中心に行われています。ええ、今日はみんなにとってほろ苦いレースでしたね。一人は歴史的な F1 デビューを果たし、もう一人はレースからリタイアしてしまいました。キャリー・メイヤー選手のコナースポーツでの初戦はいかがでしたか？キャリー選手が F1 でレースをするのを見られるのはとても嬉しいですね。このスポーツにとって素晴らしいことですし、彼女は並外れた才能を持っています。彼女のキャリアがどうなるのか楽しみです。そして本日の結果を踏まえれば、キャリーメイヤーの名前は今後何年にもわたって注目されることとなるでしょう。勝者はまたしてもフェラーリ。今日のパフォーマンスは素晴らしいものでした。フェラーリはレースでやるべきことを熟知していますね。レース後、いまいちなスタート。新チームメイトの誤解により、エイデンはバクーでのレースをリタイアすることになる。お父様が見守るコナースポーツのレースはいつもよりプレッシャーを感じますか？いい、これは F1 よ。これ以上プレッシャーを感じることはありえない。だから問題ありません。キャリー、 F1 初の女性ドライバーになることについて関係者から抵抗はなかったのでしょうか？いえ、素晴らしい方ばかり。それに私が新顔なだけです。お兄さんは？あなたは彼の席を守れていると？本人に聞いてください。でもちゃんと治療を受けています。それと私はこの席を譲るつもりはありません。エイデンとは何が起きたのですか？ああ、ちょっとした手違いです。
彼は私が出るのを分かってると思ったけど、そうじゃなかったわ。彼に確認したらあなたがわざとやったと言ってます。それについては。あ、違う、それは誤解よ。メイヤーとして活動してきましたが、お父様のチームでお兄様の席にいる今、バトラーを名乗るのでしょうか。こうなること予測してた？してないのか。そういうことじゃない。私が女だからってことばかり聞いてくるのよ。どういうこと？いつも同じことばかりじゃない？女性だから。それにいつもパパのこと、デボンのこと、バトラーの名前。そんなの気にするな。私が逃げられるわけないでしょ。やっと聞いたレースの話はエイデンよ。まあもう少し時間をかけて走れていれば。ヤスパー、やつらの味方。ああすまない、そうだな、ごめん。ほらもういいわ。次はもっと速くなる。バクーデのアクシデントですが、わざとやったと思いますか？映像を見ればわかるが、そう、わざとやったんです。それで彼女に注意は？親友ではないですしね。さあ久しぶりに帰ってきました。じゃなくてここはキャリーメイヤーやエイデン・ジャクソンじゃなかった。キャリーメイヤー、さあ誰から電話かかってくるんでしょうか。ニュースですね。バクーのラウンドアップ、ドラマチックな一日ということで。はい、来たぞ。エブリン。ママ。あ、ママ。キャリー、私の自慢の子、よくやったわね。ママありがとう。いいレースだった。最高の気分だったわ。うん、いいレースだったわね。ちょっと何なの？何って何よ。何が何なの？何か言いたそうな声してる。いいえ、何でもないわよ。言ってよ。いや、ただわざとじゃなかったんでしょ、かわいそうなエイデンにぶつかったのは。それを聞くなんて信じられないわ。私がそんなことをすると思う？本当にわからなくて。ママ、あれは事故だったのよ。切るわね。もちろんそうよね。じゃあね、愛してるわ。まったく、まあ、どういうことな。でも事故のような気はするけどな。どうか分かりませんけどね。コナースポーツの難問ということで不満なジャクソン。キャリーメイヤーと契約締結、まあ、これはさっきの、前半のニュースと一緒ですね。すげえ、メイヤーが5位以内でフィニッシュするなんて誰が予想したみたいな。やっぱすごいですね。賞賛のコメントが多いですね。うまく移行できるかわからなかったけど、今日の彼女はかなりすごかったと。この席を譲るつもりはないから、間違いなくデボン・バトラーは言いたいことがあるだろう。面白いですね。もう、エイデン・ジャクソンもちょっとかわいそうですけども、ね、持ってかれますよね、やっぱり。キャリー・メイヤーにね、すべて持ってかれますよね、話題が。まあ仕方ないっちゃ仕方ないけども、まあでもね、やっぱり、まあエイデン・ジャクソンも、もうちょっと、ね、闘志を燃やした方がいいかもしれんな、やっぱり。はい、そしてメールですね。メールの方、インタビューの依頼ということでいろいろ来てます。ランチどう？お母さんからですね、手短に一個だけということで、まあこれはまあいいでしょう。そして計測、まあこれはまあいいですね。はい。ということで本日は、キャリー・メイヤーの初のF1 グランプリということで、なんとか5位フィニッシュということでね、途中危ないところはいろいろありましたけども、まあ良かったんじゃない？これ表彰台だともっとすごかったけど、さすがに無理だったね。さあ、これからね、エイデンとキャリー・メイヤーは一体どんな関係になるのか、そしてキャスパー・アッカーマン、なぜか板挟み状態になってます。かわいそうですね。そして、ガレージに入れてくれないお父さん、どうなるんでしょうか。これからどうなるのか、本当に楽しみですね。チームとしてはいいかもしれないけど、関係が最悪なんで、これからどうなるのか分かりません。それだけデボン・バトラーはまだ良かったということですね。ということで、また次回の動画をお楽しみに。本日もご視聴ありがとうございました。新作の部屋のサクでした。